皆さんこんにちは、鈴海です。キランシャキーン。はい、今日の動画は激辛シリーズということで、じゃじゃーん、こちらのキカンボというラーメンを食べていこうと思います。最近ちょっと風邪ひいてて、治りかけで、すいません、声がね、鼻声でちょっと喉がガラガラかもしれないですけど、めっちゃ元気なんで気にしないでください。最後にいつ風邪ひいたか覚えてないぐらい、私ほんと風邪ひかない人で、ところがどっこい、最近すごい寒かったんですよ、福島県。秋かって思うぐらい、もう秋が来たのかって思うぐらい、2日間ぐらいすごい寒くって、まんまとそれにやられたのかな、ほんと最低。で、今日のビールはこれ、なんか気になったからサントリーのシールがめっちゃくっついてるけど、いいか。サントリーのいただき、最高峰のコク刺激、高麦芽量×高発酵×高炭酸。炭酸そんな強くなくてもいいんだけど。いただきます。グラスがちっちゃいんだけど、よし、それでは乾杯。お疲れ様です。いや、なんか久々に飲んだからね、すごい胃に染み渡る。でもすごい炭酸が強いのはわかるな。 7% だから結構酔っ払っちゃうかもしれない。はい、じゃあ早速今日の食べ物を紹介していこうと思います。はい、今日は激辛シリーズということで、からしび味噌ラーメンきかんぼうっていう、どのぐらい辛いのかわかんない、激辛シリーズになるのかもわかんないんだけど、でも大変辛い商品って書いてあるね。そしてキムチです。私キムチ大好きで、家の冷蔵庫には必ず欠かさず置いてあるんですけど、そして隣、じゃじゃーん、やばくないこれ、角煮。これね、激辛ラーメン買った時にファミマで見つけて、角煮も大好きなんで、角煮が好きっていうか、まあ豚バラブロックが好きなんだけど、はい、買ってきました。美味しそう、チンしてきました。ごめんね、白髪ネギとかあればよかったんだけど、まあ、からしは用意しました。はい、そんな感じで今日食べていこうと思います。思うんだけど、今年の夏って絶対いて今年の夏って絶対気候おかしいよね、思わない？めっちゃ暑いと思ったら、いきなし秋みたいに寒くなって、いや、そりゃあさ、超健康体の私の体もびっくりしてこうなるよね。熱とかも一切出さないしね、まあ、熱は出てないんだけど、今回もいつも鼻と喉風邪で終わるんだけど、マジびっくりしたわ、本当に。夏風邪はなんとかが引くとか言うじゃん、ほんとやめてほしい。やっぱり豚の角煮にはからし、うん、うん、韓国で作ったキムチがすごく好きで、日本のキムチと韓国のキムチ、気持ちだって日本のキムチと韓国のキムチ全然味違うから、できれば韓国産のキムチが、まあ、いいかなっていう感じで、大好きですキムチ。うまい。煮卵。卵はみんなの味方だと思う。うん。いや、久々に飲んだからめっちゃ回ってる。ちょっとほろ酔いだけど、酔っ払う前にちゃんとあれですね、これを作っていこうと思います。今日のメインなんで、きかんぼうを作っていこうと思います。いや、ほんとほんとマジ、酔っ払いにはここら辺のカメラのセッティングとか超しんどかったんだけど、はい、じゃあ開けますね。
ごめん、アングルとかちょっとよくわかんないけど、開けます。はい、あ、危な、気をつけよう気をつけようと思ってたけど、また全部開けるとこだった。ギリセーフ、鼻水、ギリセーフ。はいね、これね、はい。じゃあまず、からしびスパイス。大変辛いので一度にすべ、全然映ってね。大変辛いので一度にすべて入れずに調整しながらだって。後入れ液体スープ、火薬、調味油。実際の店舗では火標を参考に辛さとしびれを、ちょっといやめくれねえからな、ちょっと後で見るか。ちゃんと映ってるか、大丈夫か。辛しびだから、唐辛子の辛さと山椒のしびれ、どっちもあるんだわ。全入れだと鬼になる。これ食べたら風邪治りそうだね。全入れでいきましょう。じゃあそろそろ開けていきましょうか。チャラーン、もう剥がしていいでしょ。こうお店に行くといろいろ辛いのとしびれをこう調整できるんだね、自分でほぐして混ぜて入れて、ちょっと一回これだけで飲んでみたいと思います。おお、結構これだけでも山椒の辛さは効いてる。まあまあ辛いよこれでも。カメラのアングルがちょっと縦になっててごめんなさい、本当に本当許してください、すいません。ニキビいてんだけど。作ってる間にビール飲み終わっちゃったんで緑茶ハイに変えます。これをファミマで見つけた、私の味方だこれは。これ宝でしょ、宝って緑茶割とウーロンハイ出してるでしょ、500が出てたんですよ。いやー、緑茶割でこの缶チューハイだってことで助かります、本当に。まあ、スープ飲んだ限り余裕だったんで全部入れます。おー、結構な、すごい匂い、山椒の匂い。気管棒いただきます。やっぱ全部が全部唐辛子の辛さじゃないから痛っみたいなパンチは来ないんだけど、後から山椒のしびれがすごい。麺も太麺で味があってすごい美味しい。辛いんじゃなくて、辛さはね、唐辛子の辛さはそこまででもないよ。なんだろうね、山椒系の激辛初めてだから、なんとも言えないこのベラのビリビリ感。煮卵食べちゃいます。うん、うん、これは山椒との戦いだね、ほんと。辛いのにさらにキムチを食べるという。これは間違いなくチーズは合わないと思うな。うん、卵もなくていけるけど、
つけて食べたら美味しいかちょっとやってみようか。山椒と卵ってどうなんだろう。緑茶割り梅、あのね、卵につけてめっちゃ美味しかったのはやっぱプルダックポックミョンはチーズなの、圧倒的に。やっぱあのカラカラウオだね、あれは卵と合わせたら最高だったよ。お、卵につけてね、どうしても辛くてまろやかにさせたいっていう人はもしかしたらチーズより卵かもしれないな。これは山椒がちょっと華やかな香りがするというか、植物っぽい、なんだろうな、チーズも卵もまあない方がいいのかも、もしかしたらマッチしないな、どうしてもそういう華やかな香りが。うんうん、山椒のしびれもだんだん慣れてくるね。吸い込み方間違えるとめっちゃむせる、気をつけないと。しびれがやばい。スープちょっと残ってるけど、ごちそうさまでした。はい、それでは今日もコメント拾いをしていきたいと思います。前回の缶詰宅飲み動画から拾っていこうと思います。鈴江美さん、はじめまして。はじめまして。初登録しました。飲みっぷりめっちゃ素敵ですね。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。鈴江美さんって泡盛は飲める？私個人的にも何回か飲んだことはあるけど、多分どっちかっつったらこう焼酎に近いかなっていうイメージがあったんだけど、多分泡盛も飲めます。セブンの冷凍餃子、セブンの冷凍餃子食べた時ある？なかったら食べてみて、めっちゃうまいよ。食べたことあります。めっちゃうまかった。やっぱセブンは食べ物のクオリティが高い。うん、鼻通ってきた。めっちゃ飲みっぷりいいですね。まだ高校生なんで早く飲みたくてたまりません。初見です。初見さんいらっしゃい。卒業したら一緒に飲もうぜ。一緒に飲めたら楽しそうですね。どうだろうね。まあ暴言を吐かれる覚悟があるのであれば楽しいかもしれない。口悪いんだよ私。嬉しいね、みんな私と一緒に飲みたいって言ってくれるから。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴江美でした。バイバーイ。石焼きも、お芋も。